そうか。解放機部隊ポイント NGY533 東名高速上空を通過。さてカイドウ、敵視力はどう出ると思うか。はい。モニター動かせます？もちろん、そっちのスティックで操作できるよ。やってみたら。こうかな。あれが主力部隊か。あれは母艦ですよね。そうだ、大国が戦場に投入したばかりの新型空中空母だ。コードネームはドーマ。よし、味方と比べて敵は感情の乱れが全然ない。そうなの？ええ、味方が撃墜されても逆に撃破してもブワッと広がるような、そんな感情は感じられません。これは前回の空爆の時にも感じたことです。ふむふむ、最大公約数的な感情は察知している模様だね。あ、脳波とかモニタリングしてるんでよろしく。大国の軍事行動が的確で整然としているので、それならわかる。できるだけ早く地上部隊は撤退させた方がいいと思います。それはなぜか。味方は逆に感情的です。その高ぶりとともに戦線がほころんできています。このままではまともな軍事行動はできないのではないでしょうか。ところがそうではない。え？確かに現時点で守備部隊の指揮系統は混乱し、いつ戦線が崩壊してもおかしくない状況ではある。だが解放機部隊戦場に到着しました。ポイント NGY386 です。大空将校、参戦します。地上部隊は援護に回ってください。負傷兵の撤退は私が援護しますわ。増援はないもよ。この主力をどうにかすれば名古屋は守りきれます。地上部隊の皆さん、行動指示を上空から送ります。それにのっとり新日本国軍人としてもう一踏ん張りお願いします。第二小隊撤退行動に入りました。第三から第七小隊は結集して対空援護に入ります。第八小隊知的兵器の支援に移りました。すごい。覚えておくんだな、カイドウ君。あれが指揮というものだ。お嬢様の出馬に兵の正気は回復し、戦い抜こうという気概が生まれた。さすがだ、将校。こちらカグヤ、現在敵母艦の上空800m。これより急降下にて奇襲をかける。敵の度肝をぶち抜いてやる。ダメだ、カグヤ。まだだ。敵は恐ろしいほど冷静だ。機械のようだと言ってもいい。だから一発切り込んで敵に一泡吹かせてやるんだよ。混乱で隊列が乱れれば自責兵器だって使いやすくなるってものだろ。違うんだ、敵は混乱しない。むしろ短期での奇襲は迎え撃たれる可能性が高い。助言には感謝する。だが行かせてもらう。
ロトの判断は正しい。私も第一次解放戦争の時に感じたの。敵はまるで機械のようで混乱することなんてない。そうなのか。その証拠に拾いした。いや、こちらこそ。本当、無事でよかった。ま、この大天才が最終調整したカムイちゃんたちがそう簡単に落とされるはずないんだけどね。え、解放機の調整をアンノウン長官がやってるんですか。ミスティクルテクノロジーの塊だからね、カムイちゃんは。動力炉、関節素材、オペレーションシステム、操作回路、ありとあらゆる部分にミスティクルが反映されてるんだから。全てはミスティクルの恩恵ってことか。ま、解放機がまるで人間みたいに機敏な動きができるのは身振り博士のスペシャルな研究成果の賜物ってやつだけどね。参戦により我が軍は再び優勢となりました。現在までに敵航空部隊の1割を撃墜、今なお戦果は上がり続けています。専門家の意見では我が軍の勝利は確実とのこと。名古屋防衛ラインは堅守されることが確実の模様です。なお本作戦終了後207名の避難民がここ暫定首都に転入の予定です。すっげー、さすがは大統領。大国なんて全滅させちまえ。翔子さん、吉野さん、怪我しないでね。大丈夫、大空さんたちはきっと無事に帰ってきますよ。ええ。国民の皆さん、名古屋防衛ラインでは今なお交戦状態にあります。中部地方への通行は完全に封鎖されております。解除時期については追って政府から発表します。繰り返します。敵航空部隊の損害率が2割に達しました。専門家の意見によりますと、損害率が3割の時点でおそらく敵は撤退するとの見込みです。依然我が軍は優勢を保っています。なお支持率も上昇、開戦前の 75% から 79% に推移しています。余裕で勝ちそうだ。新内閣大成功ってとこかな。当放送局では勝利が確定次第戦勝特番を開始します。スペシャル企画として帰還直後の大空大統領のインタビューも予定しています。ご期待ください。大統領、またまた信任当選を確実にしそうだね。でしょうね。敵一人の命は果たして何票分なのかな。マスター、いや、我ながら嫌味な言い方だった。よくないね、こういうのは。